はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、こちらの植物やりたいと思います。そう、ドラセナソングオブインディアです。めちゃくちゃこれはね、物がいいんですよ皆さん。はい、綺麗ですよね。まずこう見渡してみましょう。ギュッと葉っぱが詰まっている、これはもうね、極上のインディアですけど、見て、穂が綺麗ですよね。これ皆さん切り花なんかでもね、結構見たことある人たちいるんじゃないかなと思いますけど、まあお花の引き立て役とアクセントとしてですね、もうちょっと長いぐらいかなのインディア入れてやることあるのでね、これ切り花とか水耕栽培でもすごく重宝します。皆さん知ってます？育て方ね、まあ何回かやったのでですね、知ってる人たちは多いかもしれませんが、このめちゃくちゃ綺麗ですけど、ソングオブインディア、寒さには非常に弱いです。だから冬は暖かいところに置いていないとめちゃくちゃ傷んだ人たちいるんじゃないかなと思います。だからね、暖かいところに置いてください。乾燥にはどうかというと、非常に乾燥には強いです、ね、こちらの先日紹介したリフレクサと同様、めちゃくちゃ乾燥にね強いです、ね、こちらカポックもありますけど強いです。でもこちらで寒さに強いんですよね。こちら寒さに弱い、ね、似たような感じだから、みんな同じように思う人たちいるかもしれませんが、全然ね違うんで間違わないでください。寒さには弱いです。で乾燥に強い。で耐陰性はどうかと言いますと、ないことは実はないですね、この白の斑入りがですね、すごく綺麗なんで、ここで見ても分かると思うんですけど、ここほら緑が濃いですよね。で見てください、こっち側ね白が多いですよね。でこんな感じで日陰に置いておくと緑の方が強くなってきます。でどんどん強くなって、まあ緑だけになるっていうことはですね、ほとんどないんですけど、ソングオブインディアはですね、この白の外の斑が多い方が、まあ、この植物のですね、特色を生かした見栄えになってくると思うんですけど、このね斑入りちゃんがですね、緑が濃くなってきます。であまりね日陰に置きすぎると葉っぱはやっぱりバラバラ落としやすいので、まあ割とですね明るいところに置いてあげた方が、いいんじゃないかなと思います。で葉っぱ今落とすと言いましたけど、まあ日陰にね置きたい時は置いてて、葉っぱしばらく落としますけど、まあ落ちる分はね落としてしまって大丈夫です、ね、でそこで育ててたらですね、耐陰性、ね、強いタイプにまた変わっていきますので、そしたら割と育つことはできます。でもねちょっとひょろひょろっとした感じになってくるので、ギュッと冷たい人はですね、ある程度お日様にね当ててあげるといいです。はい、こんなところがですね、ソングオブインディアンの上手な育て方なんですけど、お水管理がやっぱりね皆さんこれ難しくなってくると思います。特にこれぐらい大きいやつはですね、どれぐらい水を回してあげないかいけないかとかですね、難しいですよね。ちっちゃいタイプだったらですね割と大丈夫です。そして根っこがですねしっかり回っていれば、あまり深く考えることはねしなくていいんですけど、一番大事なのは先日も言いましたが、これ根がどれくらい回っているかというところなんですよね。15鉢でこれだけ僕が太くて身長も170センチぐらいあります。この子たちに葉っぱ一枚一枚に水分をしっかり回してあげるということは、乾燥に強いこの子たちでも結構お水いります。なのでちょっとねやってみようと思います。はい、今からねお水をあげようと思うんですけど、お水をあげる前にまず買ってきてすぐ皆さんにチェックしてほしいのは、どの植物もなんですけど、一回こうね倒してみて、この下の根を見てください。お、いいですね。根っこが非常に鉢の下から出てきています。これはねもう下まで根が回っているということです。でまあ抜いたりはねここまで見たりしなくていいと思いますが、この鉢の周りもねしっかりたくさん根が回っていれば最高です。でも今ね下から根が出ていましたよね。これはもうね
非常によろしい植物でございます。はい、そうしたらこういうね受け皿を引いてください。まあね、これはどれだけでもいいです。ちょっと大きめの皿があったんで、そのこれにしましたけど、まあある程度のね深さがあるタイプね、大きい方がねいいと思います。これ水をあげる時なんで、飾る時はですね、皆さんこの感じではもう今やめた方がいいです。鉢カバーがあるなら鉢カバーを使ってくださいね。分かりやすくやりたいと思います。でどれぐらいあげるかというとですね、まず上からドボ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 と上げてください。そうすると下から出てきますよね。でこれはよく言われていると思いますけど、どれくらいお水をあげればいいですかって、上からかけて下から水が出るぐらい、ね、こんな感じで言われていることたくさんあると思いますが、もちろんこれは正しいことなんですけど、だいたいねほら僕たちここで水ジャバジャバやったでしょ。でこれ本当は抜けてね、こういうところでやってね抜けてこんな感じで乾かすっていうのがね一番いいんですけど、でも僕たちやっぱりレンタル先で植物貸し出しますよね。でお水ってやっぱ貯めないといけないんです。でこれ貯めてたらダメという人たちがいますけど、これはね全然ダメじゃないですね。でこんな感じで育たないと言ってる人たちはね、それは知らないという人たちなんで、はい、出てきました。はい、いいかな。でこうしばらく待ってみて、もうお水がですね出てくるのが止まったらこれでいいです。でお水の具合なんですけど、これでねいいですね。ソングオブインディアの場合はですね乾燥に非常に強いので、もうこれぐらいでも全然大丈夫って言えば大丈夫です。で、見ていただいたら分かるように 2,3 日前にしっかりお水かけています。なので今この土の中はねもう元々湿っていたんですよね。そして今上からかけました。でこれぐらい出ました。そして根っこが下に出ています。でこの根っこが元気だったらこのお水を吸い上げて、多分1日でねこれなくなってしまうんじゃないかなと思います。そしたらですね、こうずっと吸い上げてますよね。でもちろんこの土の中も湿っているんで、その中の水分もですねずっと今上げている状態なので、しばらくはですねこれ大丈夫です。はい、で上の土が乾いてしまったらまたこういう風に上げていいと思います。で今こう上から上げてね出てしまいましたけど、ちょっと留守にする時間が長いとかいう人たちはですね、もうちょっと上げてもいいです。このぐらいかな、このぐらい1センチぐらいですね、浸かるぐらい溜めてる分は、今根っこがですねこれぐらい出ている感じの植物だったら全然大丈夫だと思います。これをですね半分ぐらいまで入れちゃったりすると、ソングオブインディアは若干ね根腐れして弱りやすくなるので、まず初心者の方とか心配な方はですね、このぐらいの水の量で観察しながら水の量を調整していくと育てやすくなると思います。はい、とても簡単でしょ。水あげってですねだいたいこんな感じです。こちらのソングオブインディアとかもですねこのぐらいの感じでいいです。こっちはね若干溜めすぎたんですよね。そして室内で空気が止まるところだったので、葉っぱをねバラ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 ねこうやって落としますけど、これ一回落ちてしまったらですねまた落ち着きますんで大丈夫です。同じような症状にねこの子たちもなりやすいので、これね注意してください。お水はね今から先これぐらいでいいです。あとは置いてる場所で暑さが変わってくると思うので、まあ夏になったりしてですね暑いなと思うときはもうちょっとお水を足してあげるとか考えていただけるといいと思います。これ植物が吸う分と蒸発する分もあるので、その辺の水分量も考えてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、まあこうやって聞いてみると割とそんなに心配することがない植物だなと思いますよね。乾燥気味に育ててあげるというのが大事です。そして風もねそよそよと若干当ててあげるといいです。ずっと当てなくてもね大丈夫です。こちらのリフレクサよりねインディアの方が葉っぱはね若干大きいので、育てやすさはですねこっちの方が若干育てやすいと思います。はい、いかがでしょうか。でもねこの緑と、ね、白とあるとどちらとも引き立てあっていいですよね。そんな感じのソングオブインディアなんですけど、なかなかねこれだけ大きいタイプは育てることはね少ないと思いますが、今僕が言ったことをですね頭の中に入れていれば皆さん
大丈夫だと思いますので、ぜひねチャレンジしてみたいと思う方は参考にされて育てられてみてください。切り花、水耕栽培とかにしてもとてもおしゃれにお家を飾ることができるので、ぜひ育てられてください。おしゃれです。それでは今回こんなところで、バイバイ。